アイア・フェアは、アイルランド生産、アメリカ合衆国調教の競争場。1991年のブリーダーズカップクラシックを、制し、同年のエクリプス少年度代表場及び最優秀、コボバに選出された。判定に、フランス G に業務ドルナーの賞の優勝場、グレートパームがいる。デビューからしばらくは、スプリントマイル路線を進んでいたが、4歳を、終えるまでに、 G3 を一生しかしておらず、一回の下級重症場に過ぎなかった。コバとなっても G3 では、構想するが、G1 では大敗というレースが続いていたが、秋に行われた、ブリーダーズカップスプリントで10番人気ながら、聖フリーケプトと、デジュールの激しい競り合いの後方で3着に入った。その1ヶ月後、短距離戦から一転して出走した。 距離10ハロンの G にバドワイザーゴールドカップで優勝し、中距離への適性を見せた。5歳になってしばらくは短距離戦を走っていたが、夏前から中距離戦を主戦場とすると連勝を始め、G にスティーブン・フォスターハンデキャップから数えて4、連勝目のフィリップ H、アイズリンブリーダーズカップハンデキャップで、デビューから43戦目にして、G1 競争に優勝。 さらにその次も連勝し、迎えたブリーダーズカップクラシックでは2番人気に押され、ジョッキークラブゴールドカップを制してきた1番人気、フェスティン、前年の優勝馬アンブライドルドラを破り、6連勝でアメリカ競馬の頂点に立った。デビュー45戦目でのブリーダーズカップクラシック制覇は史上最も遅い記録だった。翌年1月にエクリプス賞で、 年度代表馬と最優秀小ボバの受賞が発表され、ブラックタイアフェアはこれをもって競争馬を引退し、主ュボバとなった。種ボバとなっては、初年度3区から G1 競争2勝のフォーマルゴールドを送り出し、さらに2年目3区の中から日本に輸入された、ワシントンカラーも短距離の重賞路線で活躍を見せた。この活躍を受けて1998年に、 ブラックタイヤフェア自身も日本に輸入され、北海道のイーストスタッドにつなぎようされた。初年度は150頭近い種付け頭数を確保したが、産区の成績が上がらず2004年にアメリカに再輸出された。その後2002年に生まれた富士のウェーブが2007年の JBC スプリントに優勝している。2009年7月に種ボが引退、その後は、 ケンタッキー州城寺タウンのオールドフレンズサラブレッドインタイバー施設に移動し、予選を送っていたが、低用縁のため2010年7月1日に安楽死された。ありがとうございます。